次に引きます、はい、こんな感じでその側面と下にね、はい、マーガリンいったでしょ、はい、こんな感じになります。はいはい、はい、いただきます。はい、同温に戻しておいたクリームチーズを、はい、ボウルに入れるのかい。はい、混ぜやすくなります。はい、これ何グラムぐらいだろうね。200グラムです。あ、200グラムクリームチーズ、はい、少し200です。はい、あんまり溶けてなかったら、うん、これを電子レンジでチンして少し溶かしてもいいです、うん、なるほどね。あ、忘れてました、生クリーム。生クリーム生クリーム大丈夫ちょっとずつ入れるの。2回ぐらいに分けて入れます。はい、お、取りました。失礼いたしました。ブレンダーとかあればブレンダーでやってもいいです。これ混ぜる目安みたいのはあんの？ないけど、なんかこう目で見て、うん、混ざってきたなと思うところが、うん、なるほどね。次だいぶ混ざってきたので、はい、砂糖を入れます。はい、これも2回ぐらいに分けてたっぷり入れやすいです。はい、はい、はい、砂糖を2回目入れました。はい、今日は三温糖を使ったけども、はい、白砂糖でもいいです、うん、はい、こんな感じになりました。はい、はい、次は卵を入れます。卵、もう混ざってるから一気に入れちゃいます。はい、これに小麦粉入れるともうちょっと硬くなる感じ。はい、うん、小麦粉で固まらす感じです。小麦粉入れます。はい、これはもう全部入れていいんだ。はい、1回で、はいはい、少ないからね。あ、なるほどね。でまあダマがなくなるまでこう混ぜる感じだね、うん、はい、これね。はい、これで次はバニラエッセンスを入れます。バニラエッセンスはどのぐらい入れるの？2滴ぐらい？3滴ぐらいかな。3滴ぐらい、うん、今日は焼きチーズケーキなので、はい、バニラエッセンスです。レアチーズの時はレモンです、うん、次がバニラエッセンス、はいよ、1、2、3滴入れました。なるほどなるほど、はい、これで出来上がりです。これ 下地っていうのが、はい、なんていうの、下地、うん、完成ね。これをじゃあ型に流し込んで、はい、型に流し込みます。はい、その前にオーブンを170度に温めます、うん、予熱しておくと。はい、予熱しておく。こんな感じになります、うん、これであとは、はい、オーブンで焼くと、はい、170度になったら、うん、4、50分焼きます。はい、入れます。はい、スイッチを170度50分、うん、50分、はい、4、50分だけど50分にします。まあ様子見るんでしょ。そうそう、うん、焼けてるか見てみます。
まだちょっと焼けてないみたいです。はい、所定の時間やって終わりました。もうちょっとかい、もうちょっとかな、6分ぐらいやります。はい、焼き上がりました。はい、はい、こんな感じです。どのぐらい冷ますの、室温で。2時間ぐらい、冷えるまでです。そして、ね、これを冷蔵庫の中に入れて、うん、一晩寝かせるって感じ、外して入れた方がいいかもしれない。断面はどんな感じ？こんな感じだ。OK。いいですか？大体このぐらいの。はい。これで完成ですか？はい。このミルク、ママレードのセット。美味しいです。はい、完成です。はい。